手抜き豚しゃぶの完成です。いただきます。うんふんこれが疲れた日のごちそう。はい、始まりました、はじめん食堂。今日はですね、こう夏バテした時とか作るのめんどくさいなんていう時とかに作る簡単な豚しゃぶを紹介したいと思います。はい、じゃあまずキャベツを切っていきます。キャベツはね、これの半分ですね、4分の1ぐらいを使います。で、ちょっと 半分切って、芯は落として、これぐらいの大きさかなに切っていきます。大きめの方がなんか食べ応えがあっていいかななんて思います。キャベツは食物繊維とあとビタミンも豊富なので栄養素もすごく豊富です。手軽に栄養を取れるのがいいかなと思って、めんどくさい時本当こういうので済ませちゃいます。次、ネギ。ネギはこれぐらいの長さで、ここくらいかな。喋れなくてすいませんこういうとこ、あの YouTube 向きじゃないんですけど、これは千切りにして後で上に薬味として載せるようです。こういうのはね、もう本当にね、無心になれるからいいね、ストレス溜まってるとき。野菜切るの大好き、野菜切るのと炒めるのが大好き。考え事してることとかが全部なんか一回忘れれるから、なんかちょっと頭がクリアになる。千切りにして、大葉、大葉は2枚くらいちょっと細かく切っていきます。さっき研いだから結構切れがいい。はい、でこれぐらい切ったら、はい、そしたら大根はこれくらいかな、これくらい切って、これはする用、私は結構いつも皮ごとすります。お母さんがいつも皮ごとすってたから、なんか私も皮ごとでいいや、皮ごと派です。これ結構粗く削れていい感じ。大根は免疫力アップと疲労回復です。なのでバテてる時とか本当にいいかもですね、大根。で、茹でていきます。そしたらキャベツの方に塩、キャベツ茹でる方に塩を一つまみ入れます。そしたらキャベツを全部ドバッと入れます。で、豚肉も、あ、そう、あんまり茹でるとちょっと歯ごたえも欲しいので、そこまで茹ですぎない方がいいです。豚肉がもう茹で上がったので水切ります。じゃあキャベツも揚げちゃいます。こんな感じでこれで茹で上がりました。とここに全部で、ボウルにこうよそって、そこに大葉も混ぜます。大葉も投入してポン酢入れます。これは目分量、これぐらいで、大根おろし、大根おろしはちょっと絞ります。絞って、でこれをそのまま混ぜていく、混ぜていく、超簡単でしょ。そのままお皿によそっていきます。さらに寄せて、はい、そしたら最後ネギをトッピングして、はい、完成。超手抜き豚しゃぶの完成です。はい、完成しました。
ということで、とんでもなく簡単すぎるし、ワイルド料理すぎて大丈夫だったかなって感じなんですけど、本当にね、疲れてるとどんだけ簡単で美味しく食べれるかっていうことにしか着目しないので、これが疲れた日のごちそうっていう感じで、時間もだいたい5分ぐらいでできるので、で特にやっぱり夏とか本当に食欲がない日が結構夏はやってくるので、そういう時とかに豚肉とかはやっぱりビタミンもあるし、タンパク質もエネルギーもつくと思うので、栄養素もあるし、でキャベツと一緒に合わせて、まあ、女性にはねすごくヘルシーでいいと思うので、簡単でおすすめです。ということでいただきます。はい、まあ、いつもの味なんですけどね。うん、うんふん、まあネギは薬味なんですけど、ちょっとこう味を変えたい時とかネギも一緒に豚肉に巻いて食べます。うん、皆さんもなんかもしよかったら、本当に簡単で私はよく食べてるので、よかったら作ってみてください。超簡単なので、はい、ということで今日も見ていただきありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ。